止めてなかったね。よいしょ。まあこっち側だけ剥がしてやればいいかなって感じでね。まあこういうあまり切れっぱしもね、後でまた使おうかなと思ってますけど、なんかパキみたいなのが入ってたんですよ。やっぱ気密性を良くするためっていうのかな。なんでこっち側は、まあ、なんか適当にこのようなやつで貼っておこうかな。ちょうど貼れるやつがあったんで、外だもん、ね、完全に内側から貼りましょう。今日はね、ゴミ袋を用意しようかなと思ったんだけどね忘れた忘れました。でこのアップってやつ、なんか一応意味が分かんないけど意味があるのか分かんないけど、ちょっとなんかずらしい紐に貼っていこうか。よいしょ。まあここは適当にやってます。全部適当だけどね、うん、正解が分かんないから。でローラーでカメラを押さえながらやんないとね、結構揺れてるんじゃないかなと思って。まだねこ編集終わってないんですよ、その2がね、まあ、まだそこの時点でその1しか編集終わってなくて。これがね、見つからなかったんで、ゴミのゴミがいっぱいあってピンが見つからなくてはめなかった。よし、これでここにしといて、ジャッキさすがに、あ、回った。よいしょ、置いといて、ジャッキの下にも、本当はなんと出しした方がいいと思うんだけど、ちゃんとね、なんかの線がついてる。あ、そっか、これも外さなきゃダメ。そんなにきつく止まってるもんじゃないから、ピットだけで回っちゃいますね。といって、ってことはガバッと取るだけ。バックモニターの線がついてる。どこだ、こっちか。
ってんだけどね。で、時間がね、もう5時過ぎてる感じかな。暑くてね、暑くてね、今日いいかなって思ってたけど、あと1日しか映像持たないなってやっぱやるかって感じでやってますけど、ここは使うのかな、こことここ使うんだったかな、まあ印ついてるからね。おお、たくん忙しい時すみません。いやいや、いいですよ、見ててくださいよ。はい、通ったらセクシーなお尻が見えたんで、してきましたやばい。すっげえことをやってる。ちょっとこれ目的は、目的は精神、かなりね変わった、天井とかはかなり変わった、効果ある、かなり効果ある。うん、いいですね。大変だよ、その代わりきっちりやんないで、ね、植木屋さんにはかなわないけどね、夏の暑さにもう、バテバテでね。いいですね。え、仕事の帰り、そうです、あ、仕事帰りです。あ、お疲れさんです。近所回ってるの最近は？そうです、今日は近所。うん、金だ、あ、金だ、はい、あ、近いわ、じゃあ、いや大変ですよ。でも前は終わってるんですか？前はね、これから、これからやるかやらかないかはちょっとまだ微妙。頭外して、そうそう、あのドアは終わってるのよ。あ、こういうところですね。そう、ドアの内側、あれ、スピーカーの音はどうですか？変わる、やっぱ、うん、かなり変わる。低音がね、ものすごい出るようになった、うん、あの、よく出るようになった、やっぱ、あるんだ。うん、それちょっと浮いてん気のせい、気のせい、気のせい。いいですね。うん、うん、なかなか楽しい。多分明日あたり動画出てるから、たぶん。あ、僕が。そうそうそう。あの、この間トラックで、あの、あ、昨日か。映ったでしょ。多分ね、映ってると思うけど。これ、開いてるなと思って。うん。そう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 。あの時もうちょうどいいとこで、あ、ごめん、たくんごめんって感じだった。すいません、すいません。こんな大変なことになってると思ってなかった。いや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 。これ自分、これもま、これは何でできた？これね。これカットされて送られてくるんですか？いや、自分でカットする。自分で。うん。じゃあもうこういうのを全部、そうそうそう、いくつ必要かやって、そう、この大きさに合わせて、うん、もうペコポコ両方やるんですか？こうへこんでるとこだけ、とりあえず、うん、へこんでるとこだね。あまりこう高くしちゃうとね、あれがこう、なんつうの、干渉してパチッと入らなくなる。高さを合わせればいいんですか？そうそうそう、いや、うん、まあ、なんともいないんだけど、なんか貼りやすいから貼ってる。難しいんだね。そうそうそう、素晴らしい。狭いとこが大変だよね。で、外さなきゃいけないし、うん、外すの大変そう、うん、あとこの椅子の下もやろうと思ってるんだけど、うん、そうするとこの椅子外さないと、そう、カーペット全部外さないじゃなくて、椅子外してカーペット外してたから、もう相当な、で、枚数がもしかしたら足んないかもしれない。これで4面なんですか？これは普通に、大丈夫、ついてない感じ、うん、ただ乗っかってるだけ、うん、どうぞ。ライブ入れちゃおうぜとか、やめて勘弁して。ライブ買いたいけどね、うん、うん、でもちょっとね、もう一個池作んなきゃいけない。ここじゃダメ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 、一日でいなくなるよ。かわいい。もうね、水がダメなんだよね、あの、時期的にというか、元からなんですか？そう、藻が生えちゃって、あ、元というか、そう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 、かみたい、うん、かなり大変ね、その毎回洗ってらんないし、まあね、で、一回こう、なんだ、ケルヒアでバーってかけちゃうと結構いいんだけど、だけどもう、でも魚も食べてるんですよ、やってるんですよ、あのね、食べてくれる魚がいないの、知らない連
なんか入ってる可能性あるから、うん、やめて食うやつは入れないですよ、うん、同じサイズぐらいのバスとか怒られちゃうバスそうそうそう、そっちが捕まるしそれはできないけど、うん、やばいよ。まあ来魚も、まあ、来魚はでも大丈夫かな、確かまだ大丈夫、うん、ペットショップで売ってるものは大丈夫なんだよね。アメリカザリガニがダメになるかも。あ、そうなの。指定されちゃうか。あ、そうなんだ。すいません、なんか忙しいから。いやいや、いいです。どうせもうあと大した、ね、そう、大した量じゃない、ここだけだから、あと残ってるの。頑張ってください。はい、ありがとうございます。お邪魔しました。お疲れ様です。いや、びっくりした誰かと思ったよ。なんか聞いたことある声がするなと思ったらパークになった。いや昨日ねパークで、まあ、さっきも言ったと思うんだけど、トラックで通りかかって仕事の帰りに、でその時は結構ね切羽詰まってたから、もう急いでたからごめんタークみたいな感じだったけどね、うん、そんな感じで